グロークンコンソートは、ルネサンス音楽の時期にヨーロッパで発展した合奏形態の一つで、混合コンソートとも呼ばれる。例えば弦楽器と管楽器というように、2種類以上の楽器を用いるアンサンブルを指す。他方、同族楽器だけからなるコンソートは、ホールコンソート、ホールコンソートと呼ばれる。エリザベス1世の知性に成立し、とりわけ3つの発言楽器と2つの急奏楽器、 リコーダーもしくはフラウトトラベルソというのが典型例であった。このような組み合わせはエリザベス朝になかなかの人気となりしばしば声楽の伴奏に使われた。16世紀のイングランドで発展したことから当時の代表的作曲家にちなんでモーリー・コンソートともあるいはイングリッシュコンソートとも呼ばれる。ブロークン・コンソートという呼び名は20世紀になって成立した。 この名称は、一つの旋律によっていくつかのディビジョンを作曲することをブロークン・ミュージックと呼んだのにちなむとされる。17世紀においてコンソートといった場合は、通常ホールコンソートではなくブロークン・コンソートのことを指したが、これは現在の習慣とは正反対になっている。ことさらブロークン・コンソートのために作曲された楽曲は、 いくつか伝承されており、1599年にトマス・モーリーによって発表された曲集、コンソートのレッスン第一巻ファーストブック・オブ・コンソート、レッスンズが、モーリー・コンソートという故障の由来となっている。ブロークン・コンソートの作曲家は他に、フィリップ・ロセターがおり、ウィリアム・レイトンや、リチャード・アリスンが宗教曲の伴奏にブロークン・コンソートを起用した。 現代にブロークンコンソートを復活させたシドニーベックはブロークンコンソート曲集の最初の現代譜も出版している。この復活運動に携わった先駆者にジュリアン・グリームもいる。小楽器アンサンブルのうち世界的に有名なブロークンコンソートとしてボルチモアコンソートの例がある。ありがとうございます。